皆さんこんにちは。営業部販売促進課の君島です。今回は上棟4丁目2号棟のご紹介をしていきたいと思います。では早速設計を担当された設計士の方をお呼びしたいと思います。どうぞ。お願いします。皆さんこんにちは。設計を担当したクロスと申します。よろしくお願いします。今回のコンセプトをお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、この建て売りは家族と過ごす平屋ということで、お互いを感じられるようなコンパクトで過ごしやすい間取りとしました。では早速見ていきましょう。まずは外観のご紹介をしていきます。今回グレーの塗り壁を採用しているんですね。そうなんです。サイディングとは違って、はい、全て職人さんの手作業となるので、シンプルでも味のある仕上がりになります。玄関ドアと塗り壁の色の相性がとてもいいなと思いました。ありがとうございます。では早速中に入っていきましょう。クロスさん、中ここだけパネル違うんですね。そうですね、今回玄関ホールってことになりますので、正面にエコカラットを採用しました。はい、エコカラットには匂いを消したりとか、はい、湿度の調整なんかもできるので、はい、今回は正面にアクセントとして貼りました。あ、そんな効果もあるんですね。こちらが収縮ロールになりますか。そうですね、今回ロールスクリーンをつけたので、はい、お客さんが来た時なんかには隠せるようになってます。すごい考えられてますね。ダイニングキッチンの大きさをお伺いしてもいいですか。リビングが10畳で、ダイニングキッチンが 9.2 畳となっています。でリビングが東西に広く取っているので、はい、南側の掃き出し窓は9尺の横幅の大きい窓を採用しております。確かにいつもの窓より大きく見えますね。そうですね、大きいのでしっかり日光が取り込めるようになっています。はい、他にこだわりポイントとかございますか。ダイニングの横にカウンタースペースを設けました。こちらですか。はい、正面には吉野石膏さんの FE ボードが貼ってあるので、磁石がくっつくようになっています。ですのでお子さんの学校のプリントであったりとか、まあ、写真とか壁に穴を開けずに飾ることができます。そうですよね、プリントとか結構かさばりますもんね。ダイニングキッチンの方でポイントとかってありますか。そうですね、こちらクリナップさんの弊社の標準の仕様になってます。冷蔵庫なんですけれども、はい、よくお客様のご要望で冷蔵庫を隠したいという方が多いので、はい、今回はパントリーの中に冷蔵庫を置けるようにしました。確かに結構多いですもん、冷蔵庫を見られたくないというお客様。はい、あ、なるほど。クロスさん、こちら何ですか。こちら物入れになります。水回りのトイレットペーパーなどのストック品であったりとか、はい、右手には背の高いクイックルワイパーなどの掃除用具が入れられるようになってます。ロールスクリーンで隠せるとこもいいですね。続いて水回りのご紹介をしていきたいと思います。洗面所と脱衣室分かれてるんですね。そうですね、やはりお客様から洗面所と脱衣室を分けたいというご要望が多いので、今回も分けさせていただきました。確かにご要望多いですもんね。はい、脱衣室に入っていただくと結構カウンター高めかなと思うんですけど、こちら何かこだわりありますか。そうですね、洗濯機で洗濯物を回していただいて、はい、上のもう干すクリーンに洗濯物を干していただく、はい、でその後に、まあ、ここのカウンターで畳んでいただくと思うんですけど、畳みやすいように少し高めに設定をしました。はい、ああ、なるほど。こちらが寝室ですね。広さは何畳ぐらいあるんですか。こちらは7畳になります。で隣にはウォークインクローゼットが 1.8 畳ついてます。はい、洋服、ご夫婦の服をかけていただいたりとか、はい、上には布団などを置いていただくことができます。こちらなんですけど、こちらのドアって玄関につながってるんですね。そうなんです、帰ってきてからリビングにそのまま行っていただいたりとか、うん、一旦その洋服とか荷物とかをクローゼットに置いていただくようにしました。そういう動線になってるんですね。上棟4丁目2号棟いかがだったでしょうか。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いいたします。SNS も随時更新しておりますので、ご確認ください。
ご視聴ありがとうございました。